諏訪ひろみのシングソング作題な風に舞い上がる白髪の花そんなに涙止めどなく流れても飛び立てばいいさ。さあ時計の針は8時40分を回っています。諏訪ひろみのスイングソング桜平、登山電車で行く絶景露天風呂の宿小諸菱野温泉時和館と浅間山麓多肉植物のパラダイス金玉園の提供でお送りします。今日も元気に諏訪ひろみさんです。おはようございます。諏訪ひろみです。いやーひろみさん、やっぱヘッドホンの準備しとかなきゃいけなかったです、はい、すいませんね本当にね。いいんですいいんです、大丈夫です。バッタバッタでしたよ。大丈夫です。いろいろ技があるんだということが分かりまして。技はある。そうなんですよ。これちょっといろいろ、はい、自分でやりました。いろいろあの後変えました。はい、ということでございましてね、いろいろあるんですよ。ひろみさんは理系ですから何でもできますよ。そんなことないです。機材と仲良くみたいな、はい、ね、はい、それで頑張れまこちゃん。そんな関係でですね、ちょっとね手短な紹介になっちゃったんで、この1600回、はい、1600回のですねお題、ちょっとまたちょっとここで改めて、あと1600回です。1600回、はくもに1600回おめでとうございます。ありがとうございます。1600回すごいですよね。1600回ってね、すごいですね。なんかこう、なんかこれだって何度かなと思ったんだけど、3時間で1600回、3時間番組で1600回ってね、うんうんうん、なかなかいいペースですね。何分喋ったのかなとかね。まあそのうち声が出なくなって、声が出ないまま放送したのが3回。ありましたね。1600回中3回ってね、うん、まあなかなかの率ですよね。そうなかなか、そんなにないですよね。少ないってことですよね。500回に1回ってことは1年半に1回私は声を潰すっていう、いいですね。なんか お祭りみたいですよね。ちょっとしたお祭り、ね、いや笑い事じゃない。本当に皆さんね、ご迷惑をおかけしました。いやいやいや、でもほら人間ですから、そういうこともあっていいじゃないですか。そうですよ、ね、相田光雄先生の言葉。やっぱりほら7時の第一声ってやっぱりねあれなんですよ。わかる。なんか、お今日哲郎さんどうかなとか、もう今日はひろみさんはね、そうなんだよね。そんなことばっかり、もう一斉でわかるってひろみさん、ね、分からないですけど想像してます、はい、あ今日はとかね、今日はいろいろと家庭で何かあったのかなとかね。今日は職場のストレスを抱えているかとか、外れたとかね、今日は走りすぎてるかなとかね、外れたとか当たりとかね。だいたいね、あれだね、ラジオ毎日毎日聞いてる人にはね、嘘つけない、うん、分かっちゃいますよね。大体分かっちゃう。あ、哲郎さん、昨日はいいお酒飲めちゃったなとかね。あ、お酒はね毎回割と飲んでますけど。日曜日は特にね、兄と飲む機会が多いですから、はい、さあ、はい、ということでございまして、はい、あ、ちょっと頑張れまこちゃんね、うん、今日は放送1600回おめでとうございます、はい、さて節目節目でひょっこりはん、うん、ひょっこりと現れる私ですが、今日のお題は1600日なんでこんなお題、いろいろいろいい色、色とりどり、いろいろいろいい色、色とりどり、言えますひろみさん。いろいろいろいい色、色とりどり、いろいろいろいい色、色色色とりどり、あれ書いてないといい、いろいろいい色、色とりどり、いろいろいろいい色、色色とり、あれ最後が、いろいろいろいい色、色とりどり、色とりどり、いろいろいろいい色、色とりどり、いろいろいろいい色、色色、いろいろと、あれ、いろいろとり、もう一回いきましょう。いろいろいろいい色、色とりどり、いろいろいろいい色、色とりどり、いろいろいろいい色、色とりどり、これね、これしかも悪いことで、まこちゃんね、色はね、あの本当の色って感じ使ってんだよね一番最初。ずるいですよ。だって哲郎さんは私、見えなくなっちゃうんだもん。字を見て言ってんのと、私哲郎さんに教えてもらって言ってるので、私頭がそんなにあのこう柔らかくないので、今ほら5回ぐらい言ってもらったでしょ。5回言ってもらえると最後の色とりどりだけ書きましたもの、いろいろいろいい色、色とりどり、書かないとね、いいんです、いいんです、もうあの頭の運動です。はい、僕もね、みんな言えたかな。僕も鬼になりきれないので、やっぱりサービスお題になっちゃったかなと。これ意外と言えなかったよ、ごめんね。いつか鬼みたいな激ムズのお題を出してやる気がする。
この後は諏訪宏美さん登場です。それでは中村院長達者でのって本当は8時ね、あの38分ぐらいにまとめて入れたかったんだけど、ごめんね、ちょっといろいろハプニングがあってすいません、すいませんでした私がちょっとね、至らぬもので何さあ行きますよ、ひろみさん。はい、行きましょう。さあ、1週間どうですか？1週間何かありました？1週間全然振り返ってなかったんですけれどもね1週間週間、うん、あ、そうそう、鉄道さんの畑の話題をこう、あの、なんていうんですか、聞きながら、いや家の畑はとか思って聞いてたんですよね、はいはい、うん、でうちもあのラディッシュが、ラディッシュ人気ですねやっぱりね、なんだろう、ラディッシュつか、まあ、はえ、あれだってあの赤いやつですよ、だって赤いやつ、ね、出てくるんだもん、いいじゃないですか、だね、ほんと可愛いですよね、かわいい、ちょっと出てきてもう食べようかなって言ったら、まだ食べれるわけがないじゃないかって言われてそうなんですよ、ちょっとね、いろいろちっちゃなお庭ですけど、やっぱりそんなにいっぱい、こうなんていうんですか、植えすぎないように、でも植えつつということで、うん、ズッキーニとかね、いつも種で買って撒くことが多かったんですけど、今年はね、はいはい、苗で買ったら、もうなんていうんですか、ちっちゃいお花が咲いていて、うんうんうん、近々食べれるのかなみたいな、いいね、うん、でも本当こう何気ない会話してますけどね、庭がある環境ってあるのはね、うん、本当ご縁をいただいて特別な環境にあるってことはね、まあ、意識しなきゃいけない、本当ありがたいっていうね、うん、まだどんな状況であれですね、いろんな形でリラックスできる、ね、うん、方法っていうのはありますが、皆さん の, そのリラックスできる方法、ぜひ共有させていただきたいと思います。まあ、コロナ禍における、まあ、いろいろストレス溜まりますからね、ますね、工夫っていうのをね、情報共有していきましょう、はい、ね、さあ、ということでございまして、ひろみさん、はい、いや、今日早めに行っちゃいますか、ひろみさ ん, んそうです、ね、早めに行っちゃいます今日、ね、早めに行っちゃいましょうまずはこのコーナー行きましょう早いって言っても47分だ行きますよときわか情報はい、ときわかん情報行きましょうはい、ときわかん、小諸菱野温泉ときわかん、花岡政務から情報をいただいております。いつもありがとうございます。ときわかんの情報です。ときわかん大浴場営業中です。ときわかんの大浴場営業を始めております。大浴場限定で外来入浴を実施しています。6月1日以降は県外からのお客様も制限なく受け入れが可能になっています。またご利用の際にはコロナ対策として名前と電話番号の記入をお願いしています。この辺がなんかこう大事になってきてますよ ね, そ, うね、うん、そして情報その2です。宿泊営業再開予定、いよいよですね、はい、6月20日からの営業再開を予定しています。今のところ6月は土曜日日曜日、状況によって月曜日と金曜日の週末を中心ですよね、週末限定での営業を予定しています。はい、これ皆さんちょっといろんなところへこうお食事に行こうとか、宿泊に行こうとか、お店にお買い物に行こうとかって言った時に、うん、まあ、時は間に限らずだと思うんですけども、営業時間って今変わってるお店がありますから、あります、あります、事前にチェックしていくのってすごい大事ですよね、うんうん、そう、ホームページ見たりとかね、うん、インスタやってる人はインスタ見たりとかね、そうそうそう、うん、あと一番早いのはやっぱ電話で確認するっていうのがね、あ、そうそう、いいかなと思います。まあ、なんだなんだ言って電話ですよ、そうなんですよ、直接話するのが一番ですよ、そうそうそう、なんかね、かけちゃいけないかなとかって思うんですけど、そういうインターネットの更新ものってちょっと時差があったりとかすることがあるので、うん、心配しながら行くんだったらやっぱりちょっと電話しちゃうとかね、すいませんけどって言ってすると ね, ね、来てくれるんだなと思って悪い気しないと思いますので、ちょっと連絡してみるのもいいかもしれません。はいはい、そして情報その3です。展望露天風呂の蜘蛛の助の営業再開、うん、宿泊の営業再開に合わせて実施します。ただし今のところ、ご予約が大変少ないため短縮営業となり、外来入浴について、縮小しての営業となる予定です。そして情報その4、キノコの森ふわり屋、移転します。こちらは嬉しいような悲しいようななんですけれども、今まで営業をしてきた高峰高原入り口にある店舗での営業を終了しました。そして7月1日
もうすぐですよね。7月1日より時和館館内に店舗を移しての営業を再開する予定です、はい、ということで時和館に行くとキノコの森ふやりさんがあるってこれちょっといいですよね。いいですね、またね、うん、また新たな環境下で ね、ご飯食べに時和館に行ける、ね、それもいいかもしれません、ね、以上が時和館からの情報でした。はい、また長野県のね、工程っていうのもまた一つね変わってきますから ね、段階を経て、よし時和館で楽しもうっていう方はですね、うん、ぜひ、まあ、ご食事もね、うん、もろもろも楽しんでいただきたいと思います。はい、さあ続いて金魚くん情報。はい、金魚くん情報お願いします。はい、小諸市にあります多肉植物のパラダイス金玉園からの情報です。はい、このところ暑い日が続いてますね、そんな皆さんが暑い暑いと言っている中、金玉園はというと確かに気温は高めかもしれませんが心地よい風がそよそよと吹いていてくれてる、おかげでとても居心地のいい場所になっています。ですがひとたびハウスの中に入ると暑く、ご来園の皆様もハウスに入って多肉を見てしばらくするとハウスから出て外のお休みどころで一休みをしてまたハウスで多肉を選ぶ眺めるという状況でゆっくり一日されていかれる方もおります。ちょっとね金玉園さんもお客さんが戻りつつあるという方ですかね、うん、県内の人は、結構こうね行動をねちょっと気をつけつつ自由にできるように気持ちに余裕もできてきたので、まあ、金玉園は外でゆっくり楽しめるところなので、いいのかなと思います。金玉園の周りでは、春蝉の声がにぎやかに鳴り響いていますが、そんな中小鳥の鳴き声の中にピヨピヨどんな感じですかね、ピヨピヨこんなですかねひなの、ひな鳥の声も聞こえるようになりましたね。ひな鳥の声も聞こえるようになりましたスズメのひなはもうすでに巣立って今はシジュウカラのひなが盛んに鳴いています。自然に囲まれた金玉園、生き物たちとうまく共存していきたいです。これ大事ですよね、うん、自然の中にこうね人が住まわせてもらってるっていう感覚でね、はい、いらっしゃるって素晴らしいと思います、これから気温が高くなる季節になります。ちょっと涼みながら多肉を眺めに標高1000メートルの金玉園まで遊びに来てみてはいかがでしょうか。明日9日は定休日ですけれども今日はやってますよ、火曜日以外はやってますので皆さんよかったらね遊びに行ってみてください。以上が金玉園からの情報でした。はい、ということでございまして、この時間諏訪宏美のシングソング桜平登山電車で行く絶景露天風呂の宿小諸菱野温泉時和館浅間山麓多肉植物のパラダイス金玉園の提供でお送りしました。さあ時間までですね、ひろみさんいろいろとトークメッセージね読みながらねお届けしていきたいと思いますけど、まあでも時和館も素晴らしいしね、あと金玉園もね、やっぱりこう外でね、まあこれからの季節多肉いろいろと楽しみたいっていう方ね、もう最適の環境にありますからね、植物園みたいですからね金玉園もね、ね本当皆さん坂道諦めないで登ってってくださいよ、諦めないで。はい、まあ、ちょっとあんまりいじりすぎるとねやだですけど、ね、シャー君元気ですか、ワンワン、ね、元気だよ、ほんとほんと素敵ですよ、この景観がね、うん、もうほんとあこんなところが桜平にあるんだっていう、ね、そうなんですよ、プチ北海道ですよね、そうそうそう、プチ北海道、ほんとプチ北海道ですよ、いやプチなのか、ね、プチですね、プチ、なんかねそうそうそう、あの標高をこうずっと登ってくじゃないですか、まあ、桜平も標高高いですけれども、はいはい、うん、やっぱ 1000m まで登るとちょっとね見えるものが違って、うん、こうあの金玉園からはね桜平が見えるんですよ、そこがまたねいいんですよ、桜平のね景色がねあーって見えるんですよ。皆さん金玉園から見た桜平の景色見たことがありますかねえ、あるって
ていう方もいらっしゃるかと思います。ないっていう方はですね今こそ金玉園に行くべきです。そう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 、はい、浅間さん、浅間山のねこう山麓の途中の辺を見上げるとね、あの辺が金玉園かなって一度行けばそうなるんですねそうですね、はい、ぜひ皆さん金玉園、時々ひろみさんもね、はい、店員さんでいらっしゃる場合もありますもん、ね、はい、いや、あの修行中です、永遠の修行です。うーそ、ひろみさんすげーだに。そんなことないですよ、もう修行です。今何かやっぱすごいよな、ひろみさんはいろんなもの修行してるからな先生の立場でもありながら修行でもある、はい、人生は修行です。いやこれ名言出ましょう、トーン、トーン、諏訪ひろみさんの人生は修行である。そうありたいな、すべからくな、ね、はい、はい、いろんなことを修行ですね、やっぱり。そうです、ね、やらされてる感じゃない。だって学ぶことはやっぱ多いですよね。はい、ね、やらされてるんじゃない、ね、やらされてるんじゃありませんよ、すべてのことは、ね、修行です、すべては人生の修行です、はい、別に深い意味はありません。あるようなないようなね、はい、まあね、楽しくいきましょう。そうですね、はい、さあ、じゃあメッセージも読んでいきましょうか。はい、行きましょう。あれね、フリートークが短かったんだなっていうのはあのぐらいでいいんだよね、本来ね。そうなんですか。30秒ぐらいあるけどね、今ね。ああ、長いですね、残ってる時間ね。行きますよ。パンパンライダーにもまだ56歳さん。はい。ワコムに1600回おめでとうございます。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。まあこの1600回、大体の月曜日。まあ大体っていうかほとんど、いや全てか、諏訪ひろみさん登場してらっしゃいますけどね、ありがとうございます。そうですね、だから5で割ればひろみさんあれだよ、ワクモニだけの出演、ワクモニだけの、その前からやってるからさ、ひろみさん、はいはい、ワクモニだけの出演でも単純に5で割ればですよ、5で割れば360回、うん、ひろみさんと僕がこうやって話してるのが、そうなんですね、だちょうど1年ですね。毎日毎日話して、毎日やって1年かみたいな。でもね、思いますよ、あのね、こう友達と話すよりも哲郎さんと話してる方が時間多いとか、うん、そうですね。なんですかね、だってしょうがないしょうがないって言いましたね。ひろみさんの立場からすればですね、いやいや別にしょうがないと、しょうもない人間と話しててもう嫌になっちゃうでみたいなね。いやいや、そんなことないですよ、ありがたいですよ、ね、私もありがたいでございますけどね、不思議なものだなと思いますよ。1時間20分ぐらい話しますからね、うん、だいたい1時間、でも間あるから1時間ぐらいか、ね、そう1時間でもなかなかほら大人になると長電話、私ね結構電話長い人なんですよ。はい、わかります、なんとなく、長いんだろうなひろみさんっていう、あのさうんうんうんで1時間半みたいな、どなんだなんだなんで1時間半、そうですか。でも喋るの、お話しするのって楽しいじゃないですか。そうですね、僕もね独身時代をやることがなくてね、あの独身時代ってもうかなり前のことになってしまいましたけど、もう本当に一人暮らしの時にはもう3時間ぐらい話してる時ありましたよ。電話長かったですよね。アホだったなと思いますけど今ね。アホだったですか。いや、わかんない、3時間ぐらい普通ですか、ひろみさん。まあ1時間は軽く普通ですね。じゃあアホじゃないですね、すいません、全然3時間はまあなかなかで、一番長い時6時間ぐらいとかありますね。あらすごいよひろみさん、もうなんかだから何でしょうね、はい、まあ、あのこうほら顔が見えなくて喋るのっていいじゃないですかみたいな、だからラジオと同じ感じなんですよ、ちょっとあの気の許せる、ね、人と話せるっていうのはね、うん、いいですよね、楽しくて元気もらえる、ね、前あのお話ししたかもしれないけど、うん、一番いけなかったのはあの電話で話しながら受話器を耳元に置いて寝ていたっていうのがね一番本当に申し訳ない、9時台も続きます。お友達をごめんよ。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉ときわ館、1年を通して季節の企画満載、地元東新地区限定お得なプランもあります。詳しくはときわ館ホームページか電話 22-0516 まで。浅間山麓標高 1000m 多肉植物のパラダイス金玉園、毎月1回ワークショップを開催中。多肉のことならお任せください。25-0923、素敵なご夫婦と看板犬チャームをお待ちしてます。It is pleasant morning beginning today also. Let's go a waku waku for search with this program. Sock Daira Wake Up Station Waku Waku Morning。時計の針は9時を回っております。中村哲郎をお届けしています、桜井のウェイクアップステーション、ワクワクモーニング。
6月8日月曜日です。この時間も諏訪ひろみさんです。諏訪ひろみです。はい、まあ、諏訪さん、はい、アニメ好きでしたよね。アニメ大好きです。もう最近、先ほどもお伝えしましたけどね、中込み、はい、中込みになるのかな、あれは、はい、中込みだな、思いっきり、はい、佐久消防署前、佐久消防本部があるんですよ、はい、前に、はい、リアライズっていうね、お店があるんですよ。リアライズうん、はい、まあわかんない、そんなに英語っぽく言うのかなってわからないリアライズリアライズリアライズアニメグッズゲームコミックリアライズってね、うんうん、お店がありまして、こちらは本当に人気なんですって。へえ、ひろみさんもぜひ一回行ってみてください。佐久消防本部、佐久消防署消防本部前、リアライズねえ、ぜひぜひね、もうまた諏訪さんみたいに、ね、アニメファンの皆さんもぜひね行っていただきたいと思います。すごい店ですから。でまたね、リアライズプレゼンツの番組がですね、うん、実は、うん、今月の、はい、最終金曜日、はい、5時48分、夕方の5時48分からですね。微妙な時間だな。月間、いや微妙じゃない、最高にいい時間帯ですよ。48分、微妙じゃない、もう最高にいい時間ですよ。もう帰宅時間、そうなのね、5時48分、ねえ、この時間帯から10分間、月間リアライズという番組がね行われますから、これは聞かないと。これはね本当にね、 FM サコタイルまだ入社して間もないですけど、松村アナウンサー、はい、松村くんがですね、その時間ね、うん、週末どうでしょうっていう番組を担当してるんですね、うんうん、はい、またこれからね、彼もね、いろいろとね大きくなっていくと思いますけども、松村くんがですね担当していて、松村くんは実は、はい、アニメがめちゃめちゃ好きなんですね。そうなんですか。そうなんですよ、彼は東京理科大学卒業もうバリバリの理系でありながらでバリバリのシュッとしたアニメ系でシュッとしたイケメンなんですけれどもアニメが大好き、ね、今イケメンはアニメですもん。あ、まあ、アニメが大好き、イエーイ、はい、ということで月刊リアライズという番組をですね、松村くんが担当いたしますので、楽しみ、はい、もう彼はシュッシュッシュッってしますからね。もう何か私が動こうとすると先回り先回り先回りして、もうやることないみたいな、そんな仕事展開になってますけど、ね、頼もしい後輩でございますよ、うんうん、そんな後輩松村くんが担当する月刊リアライズ、はい、リアライズ最終金曜日5時48分、リアライズさん提供で始まりますね、皆さんぜひ、はい、あのね、浅間動物病院さん、ひろみさん動物好きでしょ。動物、うん、動物、まあ、大好き、まあまあですね、はい、浅間動物病院ね、うん、こちらもですね番組が始まっております。毎週金曜日7時55分から浅間動物病院ニュースというですね、動物病院ニュース、はい、浅間動物病院のニュースがまさに行われてるんですけども、うんうんうん、なかなか楽しい番組でございますね。でもいいかもしれない、ね、なんかほら可愛い可愛いとかって言って全然知識がなくてただ可愛い可愛いとかってやってるよりも、ちょっと知識があってね、動物さんと付き合ったり大事ですよね、はい、うん、楽しみですね。現在ですね、子猫の里親を募集しているというね、浅間動物病院さんなんですが、そうなんですね、子猫と共に生きたい育てたい、ね、そんな方は3262の6454、3262の6454、0267-3262の6454、浅間動物病院までお問い合わせください。金曜日の7時55分は浅間動物病院ニュース。はい、さあどんどんいきますよ。はい、蕎麦居酒屋デーモン。デーモン。もうデーモン、田んぼのえもんで。美味しいですよ、ね。デーモン。はい、言ってますね、ひろみさん。うん、ね、美味しい。ランチ1800円。わ、1800円、豪華だな。お気には贅沢にボリューム満点1800円、すごい。特選和牛すき焼き御膳はいかがでしょうか。ういや、自分へのご褒美ですよ。和牛すき焼き御膳が1800円、そうですよ、これはお得じゃないですか。さすがひろみさんですよ、分かってる、すごい分かってる方はそういうリアクション、いいじゃないですか。そしてテイクアウトは1200円、レギュラーお弁当バンバン売れてると。やっぱりでもそこで食べたいな。まあ、株主総会とかもいろいろある企業たくさんあると思いますけども、企業様向け弁当もね、はい、ありますんで、いろんな用途でお使いください。そっか、今テイクアウトがね充実してますから ね、あとね、おすすめなのは蕎麦屋のカツ丼、蕎麦屋の天丼も美味しい。66-3918、これいいです、いいでしょ、うん、蕎麦居酒屋デンエモン、ね、皆さん利用していただきたいと思いますよあとパソコンサポートさんね、前も言いましたけど、本当ね、法人のお客様お問い合わせお待ちしてるところですが、諏訪さんも諏訪ひろみオフィスでホームページ作るって時はぜひパソコンサポートさんも考えてくださいあるし、はい、大丈夫、はい、みんなでも利用してパソコンサポート、はい、パソコンサポートはい、ということで、はい、もう今月スタートのスポンサーがすごいじゃないですか。ものすごく出てきてですね、今情報も、お、皆さん一緒に応援していきますよ、頑張りましょう、頑張りましょう。でも嬉しいですよね、なんかコロナ
ナーでさ、ほらなんとなくこうなんかこうなんかなんていうんですか、チーンってなってる部分ってあるような気がするんですけど、そうそうそう、うん、そんな中新番組がどこどこ出てくるってすごいじゃないですか。もう FM サークダイラはね、もうこれでもかってぐらいね、新番組ね今ね立ち上げてます。すごい、もうすごい、だってもうやっぱり新番組立ち上げるぐらいね、サークダイラよし元気に行こうぜっていうね、うん、お一方お一方、うん、ね、企業人の皆さんがたくさんいらっしゃるってことですよ。嬉しいことですよ ね。それでもあのログテイさんみたいに FM サークダイラ聞けばね、聞いたって言えば 5% 割引っていうところもありますし、すごいですよね。そうだ、 FM サークダイラ聞いた魔法の言葉だけど、だけで 5% 引きですから、もう大盤振る舞いですよ。焼肉しゃぶしゃぶ目いっぱい食べていただいて、ね、わいいな、ぜひログテイ行っていただきたいと。だこういうふうにログテイさんの場合だったらね、今新型コロナウイルスでもう元気づけたいと、うん、もう採算度外視、うん、もうとにかくもう利用していただいて、うん、肉で元気になってもらって安く楽しんでいただきたいってね、うん、そういう企業さんはたくさんいらっしゃると、うん、ね、そういう企業さんもぜひ FM サクダイラにご一報ください、はい、もうあなたの企業の番組立ち上げます。立ち上げます、ね、よろしくお願いいたします、はい、さあということでございまして、ひろみさん、はい、ね、今日も元気に頑張っていきましょうね。頑張っていきましょうね。ファンファンライダー2号まだ56歳さんですね、はいはい、今日はどんな衣装かなひろみさんさあどんな衣装ですかねひろみさん、私の口からはあえて言わないようにします。そうですか。あ、でもなんかおしゃれだねひろみさん。ふわふわの、うん、あのブルーが基調の花柄のワンピースに、うん、それで薄いグレー、あのシルバーグレーみたいな感じの編み編みの、あのカーディガンです、はい、ちょっとカーディガンは暑かったです、はい、そうなんですよ、そして髪型がちょっと変わってるんですよ私。あ、これひろみさん何ですか、なんか女優さんかと思っちゃいますよ。また鉄道さんのよだれが出るぐらいに口がもうちょっとやったそんなことはないですよ、もう見たまま言ってるだけですから私はね、女優ですよ、女優女優さんだなそれなんかどっか の、 あの素敵な女優さんがやってきたみたいな感じになって、素敵な女優アンニュイですみたいな、アンニュイです、アンニュイです私みたいな、どうしましたひろみさん、その髪型は。いや、それがですね、もうそんなね、あのおしゃれな話じゃないんですよ。美穂純さんかと思いますよ3月ぐらいから、ありがとうございます、3月ぐらいに美容院に行きます。私でもね、はいはい、毎月こう美容院に行ってるんですよ、でなんで毎月別に行かなくてもいいんですけれども、あの頭に髪の毛が入るところに、頭の髪の毛に普通に入るやつらと違った色で入るやつらがおりまして、はい、で美容院に行かないと違った色で入るやつが元気にこうなんか自主じこう自己主張するんですよ。なあ、緑色になっちゃうとかそういうことですか。白いやつですよ、白いやつ白いやつがやってくるんですよ、はいはい、で別にそんなあのほらコロナがね、うん、あの蔓延してる状態でサクダイラにも来れなかったらお家にいるから別にね髪の毛がどんなでもいいかとか思ったんですけどで美容院がね休みになっちゃったんですよ。あ、嘘、本当に。そうそう、ずっとやってなくて、で4月の予約が取れなくて、取れなくてっていうか、まあ行けなくなっちゃって、はい、で一月半ぶりに行って、うん、なんかね、うん、すごい話してますけど、はい、なんかね、こういつも茶色っぽい髪の毛っていうか、私ね赤い髪が嫌で、うん、あの茶色とか緑色とかを入れるようにしてたんですけど、うん、緑を入れてたら、そのなんていうんですか、うん、ちょっと緑だとね、穴がち外れてなかったんだな、さっきの緑。そう白いやつらがね。あの染まらなくなってきたんですよ。で、ああ、そうそうそう、今ね青を基調にして、ちょっとまだまだ続く、一回 CM、 青緑。毎週火曜日夜7時からは倉科ショーのリメンバーズ、1時間番組にリニューアル、ゲストコーナーやニューミュージックに恋して、ここでしか聞けない弾き語りコーナーなど内容充実、1時間たっぷりとお届けします。時には公開生放送もあるかも、お楽しみに。Search of the charm of Sakdaira. 76.5 FM. FM Sakdaira. Waku Waku Morning.はい、ひろみさん、はい、それどうしたんですか結局青緑が。そうなんですよ、うん、青緑髪が、それで髪型もついでにね、うん、ちょっと変えましょうかってかと、うん、ことになって、私髪の毛結構多いので。髪の毛多いですねひろみさん。そうなんですよ、なんかちょっと羨ましいそんな髪の毛で生まれたかった、そんな自覚がなかったんですけども、ちょっとじゃあ変えようかなっていうことで、こう長さも変えつつで、この間から青にしたんですよ系統を、そう、緑だとやっとあの白いやつらに色が入りづらくなってきたから、じゃあ青にしましょうって。私赤い髪にしたらちょっとあの赤系がもともと強いから、あのなんていうんですか、抜けなくなっちゃうから、じゃあ青でいこうってことで、はいはい、あのちょっと青緑にね見えるんですよ。で、ね、これでね
どん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 シャンプーしていくと色が変わってって、あの緑が強くなって今ちょっと、ね、髪の毛だんだん腐ってる色に見えてきて、そんなことないでしょひろみさん。そんなことないよ。でも楽しみなんですよ、この鎖色の加減がね、ちょっとなんか青緑みたいな色の髪の毛になれるのが楽しみで、うん、そうなんです、青緑 の、 あのアニメカラーみたいな、アニメキャラ の、 あの髪の毛みたいな色に目指してます。でもひろみさん本当に素敵な髪型してますからね。皆さんありがとうございます。まだこの時間っていうのはね、あの空いてませんけどね、はい、まだいろいろと自粛期間中、あここです ね、 ね、 プラザ咲く、はい、空いてないですからね、うん、まだ見ることはできないですけど、また環境整ってひろみさんの顔見て元気出したいなっていう方、そう青緑の髪の毛を見に来てください、ね、見に来ていただきたいと思いますよ。さあひろみさん、はい、青緑かどうか分かんないけどね、ワンバンライダーさんなんですけど、はいはい、今日もよろしくお願いします。夏を感じるデバイスソングリクエストはこれだ、松田聖子さんで夏の扉を歌ってちょーって書いてありますけど、これひろみさん言っていいですか。言っていいですよ、ちょっと髪切ったし、はいお願いします。髪を切った私に違う人を見たいと、あなたは少し照れたよ、前を歩いてく、フレッシュフレッシュフレッシュ、夏の扉を開けて私をどこか連れて行って、フレッシュフレッシュフレッシュ、夏は扉を開けて裸の二人包んでくれる、切ったし。まあ切ったっていうか髪すいたんですけどね。でもなんかねすごいおしゃれな感じです。ありがとうございます、ね、女優さんがやってきたみたいな。はい、ね、青緑の髪ですけど。はい、まあひろみさん、若者クイズここで正解発表したいと思います。しましょう。ひろみさん、今日の問題はしないでするスポーツって言えば、これ前もやったらよく考えたら、しないでするスポーツって言えば何でしょう。しないしない剣道、ペンポーン、今ペンポーンになってました。はい、しないでするスポーツは剣道です、はい、ね、しないでするスポーツはないみたいな。はい、ということでラジオネーム頑張れまこちゃんさん、マグモニクイズ、ガチでもボケるもあなた次第、中村てちゃんクイズでポン、答えは作詞内で今度しないでするスポーツをやるんですが、そんな面倒なスポーツなんかしないよ。でファイナルアンサーボケ大賞あげちゃう、面倒ね。ラジオネームおったまじゃくしさん、わくもにクイズ、しないでするスポーツは、しないでするスポーツ剣道。中村さん、わくもに1600回おめでとうございます、投稿楽しませていただいてます、ありがとうございます、ね、本当に毎回毎回ありがとうございます。ラジオの旅人さん、さあおじゃったまじのは頭の体操、わくもにクイズです、答え剣道16号を走っていたら道端で剣道をやってる人がいたで、剣道だけにファイナルアンサー、ね、ボケってる、はい、ありがとうございます。キキちゃんさん、クイズの答え剣道です、ありがとうございます、正解。星バーバさん、クイズの答えは剣道でしょうか、正解、ね、星バーバさんも当たってる。そしてですね、ナス単身さん、最後に行きましょう。ワクワクモーニングクイズ、さあさあ聞いてらっしゃい、見てらっしゃい、笑う角には福が来る、ボケて笑って参加することに意義ある、あるあるモーニングクイズだでよ、おめでとうございます、1600回か、そうそう、昨日の安田記念は芝 1600m の G1 馬券勝負はしないで見てただけ。ボケ大賞あげちゃう。当たっても低配当だしね、傍観してたし、電話投票もパソコンだと面倒だからね、面倒。でも、うん、アーモンドアイは残念だったね、まあ勝負は時の運っていうから月も大切、月ね、月どこまで引っ張ってるんだこれ、すごい、小手先だけの予想では万馬券は当たらんのよと言って大金持ちになるなんて、剣道違いしないでボケ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 大賞あげちゃう、うひー、はい、ありがとうございました、うひーに意味はありません。さあひろみさん、どんどんいきましょうか。はい、星バーバさん紹介させてください。はい、はい、ひろみちゃん、中村さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。毎日暑い日が続いてぐったりですが、うん、爽やかなお二人の声を聞くと元気が出ます。嬉しいです ね、 爽やかなトークそんなにしてたっけな。
アーミドロとか言ってるけど、アーミドロはいいけどね。はい、毎日が月曜日でワクモニがあり、ひろみちゃんが出ていたら嬉しいのに。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃないですか、星真帆さん。毎日ワクモニじゃね持ちませんよ、ひろみさんと。本当ですよ、そんなことないか、ね、ネタ切れちゃう。いや、切れないと思いますよ、結構大丈夫だと思います。うん、あの星真帆さん、よかったら私のホームページから各のね、あのシングソングサクダイラー聞けたりしますので、ぜひお試しください。多いんですか、ワクモニのレギュラー持ってる方は。はい、聞いてみてください。ホームページから飛べます、各のワクモニです。今うちの庭にはイングリッシュローズがアーチになっていて、満開です。おお、とても良い香りを放って、います。いいですね。13年前に上田に引っ越してきて植えたバラです。昨年は台風の影響でアーチが折れて、枝も折れ、もうダメかなと思っていましたが、たくさん咲いてくれました。嬉しかったです。よかったですね。そして週末報告ですけれども、家の近くの竹やぶにタケノコがたくさん出ていて、自分で取るならどうぞと言われてもらいました。新鮮なタケノコはシャキシャキして美味しかったです。友達にもあげました。メンマにもなるそうです。メンマですよ、麺ですね。あ、メンマにもなるんだ。ね、そうなん、私もね、メンマ作ったことありますよ。タケノコをあの料理してたら自然にメンマになっちゃったんですけど。タケノコ料理したら自然にメンマになるの？そうそう、なんかね、どうやろうと思っていろいろ調べてたらメンマできるって言ったから、メンマ作っちゃった。美味しいですよ、メンマ。うん、そうなんです。そして、リクエスト曲ですけれども、100万本のバラ、バラにちなみということで、また後で歌っていきたいと思います。星ばあばさん、いつもありがとうございます。はい、はい。そしたらですね、スキャットマンピョンさん行こう、行きましょうか、はい、この時間ね。はい、中村さん、諏訪さん、おはようございます。おはようございます。土曜日は家族で金魚園に行きましたって。あ、諏訪さん、お祝いしたって。あ、知ってた、スキャットマンピョンさん、来てって、あったって、ひろみさん。全然話してないじゃないですか、金魚園の時に。どういうことですか、ひろみさん。子供たちに休校中ラジオ聞いてましたって言えばよかったのにって言ったのですが、恥ずかしいからとモゾモゾしてました。あの諏訪ひろみさんオーラに子供たちも話しかけることができなかったと。金玉園では香りのする、夜崎のメセンを夫が購入していましたが、甘いオリエンタルなバナナみたいないい香りがしています。多肉植物からこんなに素敵な香りのする花が咲くんですね。あるんですよ。そう、夫は買い忘れたものがあった後、なんと日曜日も2日連続で金玉園へ。マジですか？ここまで行ってるのに全然覚えていないです。諏訪ひろみさん、問題です。問題ひろみさん、ごめんなさい、ちょっとなんか記憶が。問題ひろみさん、何やってたんだろう私。かつて泊まってよかったホテルは品川プリンスホテルの朝食バイキング。1年に1回か2回母と東京観光しているんですが、その際に宿泊種類がたくさんあってとても食べきれなかったので、またリベンジしようということで2回泊まりました。本当ですか、スキャットマンピョン。中込み株式会社北端の牧田でどうですか。お昼時のこの時間、一般の方も業務で使う方も牧田商品の魅力を聞いてお店に来てください。毎週日曜日12時27分から2分間一本勝負、聞いてください。 Music and Communication 76.5 FM FM Satellite Waku Waku Morning 76.5 FM。 あー、ひろみさんはエスニックとか好きですか？エスニック、エスニック好きですね、うん、食べるのは何でも結構好きです ね。またエスニックのね、評判のお店も後で紹介したいと思いますが、嬉しいな。まあその前にスキャットマンピョンさん、全然覚えてなかったヒロミさんから一言です。本当になんかごめんなさい。大丈夫、子供さんいっぱい来てましたよね。でなんか私あのね、あれなんですよ、あの9ヶ月になる子供さん抱っこさせてもらったりとか、なんか半分こもりしてたりとか、多肉を切ったりとか、うん、いろいろやってて、いや県内の皆さんが本当にたくさん来てくれて、あ、よかった。あの今まで県外の方が本当に多かったんですけど、最近は本当佐久から三保田から小室から松本から上田からとかで、結構ね地元の方に多肉が広がってて、うん、すごい、あ、こういうね近くにあったんですね金玉園って言ってくださる方がいて、やっぱり嬉しいですよね。あの遠い存在じゃないんですよ。なんて言ったってこの放送局は FM 佐久平佐久市の放送局ですから。そうなんですよ、そこのスポンサーについてくださっているということは、そうなんですよ、地元の企業様なんです皆さん。そうなんですよ。あ、もうちょっと足のば金玉園さんね行けますからね、うん、すいません、本当スキャットマンピョンさん、もっとあの
あのひろみさんとかって言って来てください。私ねちょっとあの視力弱いので気がつかないと本当失礼なので。ひろみさんはねビョーンって行けばねビョーンとねあのちゃんと響きますから。そうあーって言って打てば響きますから。ってなってるんで本当に申し訳なかったです。打たないと全然響かない打つことは大事ですよね。そうまず声をかける、ね、そうなんです。本当にねすいません、あの視力弱いんでほんと申し訳なかったです。子供たちお子さんたちもねもう遠慮せずにひろみさんに飛びつくような感じで、そうもう言ってください。そうなんですよ、あの狭いパーゴラの中で楽しかったじゃないですか、あの時話してみたいな感じでね、ひろみちゃん今日は良かったよねって広々としたところで、ね、ひろみちゃん 話せればよかった、ね、すいませんでした。でもあれおもちゃで遊んでた子たちそうだったかな、ね、でも旦那さんなんて見て見てこれ、うんうん、旦那さん金魚園にはまっちゃってもう翌日も行かれたっていう話なんですよ、うん、ね、日曜日ひろみさんいなかったみたいですよね、はい、よくあるパターンです、ね、はまりましたね、おめでとうございます、ね、買い忘れたものがあったんだ、ね、これからも金玉へ素敵スキャットマンピョンさんよろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。そして諏訪ひろみさんは打てば響くタイプですからもうとにかくお子さんたちにはひろみちゃんそうですね、ぜひ、ね、聞いてたよって言ったらぜひもうそこにね天使のような微笑みがそこにありますから天使かかんないけどうひひひぜひいろんなひろみさん見ていただきたいお願いします。漏れてますけど、かつて泊まってよかったホテルはシナプリです、はい、シナプリです、うん、シナプリいいね、シナプリいいですね。いやいいな、あれひろみさんシナプリでは何回ぐらい、もう数えきれないぐらい数えきれないぐらい芸能人諏訪ひろみさんとしてはシナプリはでもないんじゃないかな。私すごいね、あの面白い、面白いっていうかあのほらなんかミルクボーイさん、うん、M1 取ったはいねえあのお二人の会話の中で、うん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 、もう最近東京に染まってるっていうあの一つのキーワードが相方がシナプリって言うようになったって、ね、あーシナプリね話題になってましたよね最近ね。ねえ、うん、シナプリは私ね、そう遠目に見たこととかね、ロビーぐらいしか行ったこと、あ、お茶だけしたことある、お茶だけした、止まってないぞ、止まってない。シナガプリンスとかどんなんだろうね、わかんない。あ、ね、バイキング有名なんですよね。うん、あのバイキングの話書いてあるもんね、スキャットマンピョンさんね。有名。シナプリってどうだろうな、なんか止まってないとか言うと意外と行ったじゃないのって言われる時あるからね。いやー。ねそれはそうあるからシナプリ、私そうですね、あ思い出した、あれですよ、電車窓開けるとね、窓開けると電車見えるんだわ。えすごいじゃん、ヒロミさん確か線路がこうビューンって見える、うん、違う、止まってないです、私そこの部屋借りて着替えただけだと思うんだけど、あなんかシナプリ関連のイベントかなんかね、確かそう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 、シナプリ関係、シナガワプリンスホテルって言いなさいよみたいなシナプリで、何がシナプリだみたいな、シナプリで歌ったから、シナプリで着替えたみたいな止まってないけどいい、ね、部屋で着替えるから、なんかそういうのってなんかすごく思い出になりますよねきっとね。いやならないかならないか、ヒロミさんですね、あのなんかあの新曲キャンペーンの一環でね、きっとね。だからなんかね、でもね、部屋に泊まると何をどこに広げてどうしようかって考えて、あと撤収の時に忘れ物ないかなとか、そういう心配だけなので。ね、あの、うん、この時間から聞いてる皆さんね、諏訪ひろみさん、あのメジャーデビューもしている、歌手の方ですからね。あ、一応歌手です、はい、歌手です。そう、時々言わないとね、みんな忘れてると思いますけど、はい、青緑の髪の毛してるけど歌手です。いや、長くやってるパーソナリティだなと思ってる方いらっしゃると思います。パーソナリティもやらせていただいて、パーソナリティもやってるんですけ ど、ちゃんとあのメジャーレーベルからデビューされてる歌手の方が一応お仕事、諏訪ひろみさん、はい、歌いです、はい、でいらっしゃいますけどね、はい、よろしくお願いします。金魚園ね、また皆さんぜひ行っていただきたいです、ね、今仕事ないからあれだけどでも本当に笑えないよね。矢井田ひとみさんとかさ、うん、やっぱこう動き出しましたもんね、小泉今日子さんとかね、あ、うん、やっぱ舞台とかね、まあ、そのライブ関係って、まあ、いろいろあの、まあちょっといろんな面はありながら、ね、難しいと思いますよ、ね、だからいいんですよ、もうないならないで、そう違うやり方でも一番最近そのライブ関係の支援で面白いなって思ったのは、ほらあのチャンネルがあの全国のライブが見られるってチャンネルを立ち上げて、そのチャンネルと契約したライブハウスのライブが見られる、でライブハウスにあの収益が行く、見た方500円ぐらいかな、あれ、うんうんうん、あの加入がね、うんうんうん、そういうシステムもありだなみたいな、そうですよ ね、いろんな方向で、まあね、でも今はちょっともうちょっと我慢なのかなと、やっぱり我慢かな今はね、今はね、今はそう歌なんか歌ってる場合じゃないかもしれないっていうところ、だって X のね、ヨシキさんもいち早くそういうことをねおっしゃってました、ちょっとそうだと思いますよ、今仕事してない方がかっこいいみたいな ねしょうがないんですよ、しょうがない、そう、第2波第3波だってどうなるかわからないんだからね、いやなんかこの間 NHK で、うん、あのこう大きな声を出した時に飛沫がどのぐらい飛ぶとかやってたんですよ、 あれ見たらちょっとやっぱりね、
うん、あのね、やっぱり気をつけなきゃいけないっていうか、もう少しね、うん、コロナウイルスが分からないから怖いっていうことだと思うので、 そこだけ特効薬はないわけだからね。そうなんですよ。そうじゃなければそんなに別になんかね、こんなにビクビクしなくてもって思うんですけれども、はいはい、やっぱりまだまだあの気をつけましょうっていうことなので、うん、そこは協力する方向であのやらないといけないなと思いますので、うん、はい、うん、だからそのコロナウイルスの影響下においてはですね、諏訪さんと私も別室での放送ということになるわけですよ。そう、離れなんです離れはね、本当ですよ、そうなんです、ね、はい、はい、でもシナプリっていう話で、僕それ一個だけ言ってもいい？いいです。僕ね、あれなんですよ、昔ね、その急性期学の先生の、うん、あ、はいはい、番組を長い間福島にいる時に作らせていただいたんですね、うんうんうん、ある意味なんか福島の夕方の定番みたいな、うん、あのね、番組だったわけなんですけど、はい、その先生がですね、すごくあの何ですかね、いわゆるこうセレブな方で、はい、毎回そのバレンタインの、うん、あのチョコレート、うん、帝国ホテルのチョコレート、あれ美味しいんだよね、帝国ホテル。僕帝国ホテルなんて、帝国ホテルなんて全然縁がないと思ったけど、帝国ホテルのバイキングも最高なの。うそ、そうなんだ。ヒロミさん、バイキングからの切り口でホテルを見ていく人なんですね。え、違う、だってご飯美味しいんだもん。それ大事だ。え、何、それをまた泊まって食べたの？うん、バイキングを食べに帝国ホテルに行ったの。いいね。で、そんなにすごいの、帝国ホテルのバイキングは。うん、美味しかった。まさかここに来てね、誰も9時台メッセージ、皆さん9時台メッセージ送るようにしてくださいね、本当。8時台で頭打ちになってるんですから、大体まさかこんなサブテーマであのここで盛り上がるとは思いませんで、はい、だからね、僕ね、その帝国ホテルのチョコレートもらっててね、うん、であのホテルのチョコレートが美味しかったのと、うん、それを見ていつか帝国ホテルに泊まってみたいなって思いながら、あの先生からチョコもらうためにあのチョコレート食べて家族で泊まってくださいよ。最近もらう機会もなかった。いや、泊まったらえらいことになるでしょ、帝国ホテル。どんなんだろうね。大丈夫、本当に、うん、ない、あの貯金、帝国ホテル貯金貯金。まあその前にいろんなこの身近のね、サブダルに素晴らしい旅館がありますからね、はい、もう常盤館さんも行きたいし、そうそうそう、ね、マルコ元気さんの、そうそう、メッセージでもあったんですよ。あ、紹介してない、もう旅館の貯金しよう、みんなでね、うん、じゃあひろみさん、あれか、あの9時36分までいますか、ここに。そうですね、ちょっとマルコさんのこと言わないと、ね、はい、マルコさん、さあ、まだまだひろみさんはいるよ、9時29分。すいません、ちょっと時間が余ってるんで、ひろみさん一言お願いします。はい、9時52分からは歌いますからね。アニメグッズ、ゲーム、コミック、リアライズプレゼンツ月刊リアライズ、最新のアニメゲーム情報、イベント情報をお届け。今のトレンドをいち早くあなたに。毎月最終金曜日夕方5時47分から、皆さん一緒に楽しみましょう。トラフィック and weather information。さあ、時計の針は9時30分を回っています。この時間はトラフィック&ウェザーをお届けしていきます。長野県内外況です。長野県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため北部では概ね晴れるでしょう。中部と南部では晴れ時々曇りとなる見込みです。長野県では高温が予想されるため、熱中症など健康管理に注意してください。また今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みね。気をつけていただきたいと思いますよ。昨も晴れます。日中の最高気温30度まで上がるってことですから、皆さん十分お気をつけいただきたいと思います。水は喉が渇く前に飲む、徹底してくださいね。9時33分、カメフラシカルテットのまた会いましょう。今桜平で話題沸騰中のこの番組、メンバー全員週替わりで登場。マニアックな話をすると極端にメッセージの数が落ちてしまう番組。火曜日夜8時からポンセパチョレック屋敷。さあ、時計の針は9時34分回っております。この時間はひろみさんです。はい、いつもならあの歌の準備をしているんですけれども、うん、マルコ元気さんからちょっと嬉しいメッセージをいただいたので、ここはちょっとあの紹介させていただこうと思って、はい、居残りました。今日のテーマですよね、あの思い出に、あれですか、思い出になる前なんだっけ、じゃ旅館泊まったところなんだっけ。あ、そうそう、あの、あそこは良かったなっていうね。そう、旅館ホテル教えてください。それそれそれ、うん、それなんです。
はい、マルコさん、マルコ元気さん帰ってきてくださいましたので紹介、させてください。沢見ひろみさん、おはようございます。おはようございます。おすすめしたい旅館はやっぱり小諸にあります菱野温泉ときわ館さんです。今年2月一泊させていただきました。温泉料理大変良かったです。そして沢ひろみさんの生コンサート良かったですね。ありがとうございます。その後のカラオケ大会深夜まで盛り上がりましたね。はい、本当に みんなで楽しく歌えて良かったです。未だに目に浮かびます。あ、これは嬉しいな。あの2月の、時期的にコロナがこんなに広がる前でしたので開催できたこと大変良かったです。本当ですね。ちょっとあのもしかしたらなんていうことで私心配してたんですけれども、ありがたかったです。開催できてね、皆さんにも来ていただきまして、そして何もなかったこと本当に良かったかなと思います。また来年、収束で何にもなく2月、開催できると嬉しいですね。本当です。ひろみさんとお客様とで来年も盛り上がりましょう。時和館さんの従業員の皆さんいろいろありますでしょうが、ぼちぼちやりましょうね。またトロッコ電車で温泉寄らせてもらいますということで、メッセージありがとうございました。マルコさん、歌も後で歌いますから聞いててくださいね。でね、おったまじゃくしさん、あそこ良かったな、時和館さんです。嬉しい。今年も2月泊まりましたが、蜘蛛の助から富士山が見えて、夜は星が降ってきそうなくらいたくさん、お料理もカルパッチョ、あとは鯉の馬煮などなどボリュームいっぱい、毎回食事が楽しみ、360度見えるドームの朝食も寒さ対策もバッチリです。すごくゆったりできましたね。まあ、ひろみさん前回緊張しちゃってましたが、全然そんな感じじゃなかったし、明るい月曜日、中村さんと絶妙なキャッチボール絶妙かな。ありがとうございます。どうも楽しくしています、楽しみにしています。ありがとう。生歌リクエスト、大黒摩季さんの夏が来る、後でね、はい、歌わせていただきたいと思います。ひろみさん、ちょっとどんどんねまとめていっちゃいますけど、はい、ひろみさん、中村さん、おはようございます。おはようございます。今月に入って暑い日が続いていますが、スタジオに戻って2週目のひろみさんは先週よりさらにパワーアップ。衣装も夏バージョンで張り切ってる感が声から分かりますっていうのは作詞ビールが命の破壊です。これから梅雨入りになっても元気いっぱいの放送を楽しみにしています、はい、どんな髪型と髪色をしているのか見てみたい。見に来てください。見てみたい。青みとろう。見てみたい。見てみたい。なんだっけ、わからない。青みとろう。ラジオネームキキちゃんさん、はい、おはようございます。ひろみさん、中村パパさん、おはようございます。だんだん夏に向かってきました、うん、週末報告、土曜日は午前は草刈り、午後は仕事でした、うん、あの草刈りとかね、刈り払いシーズンですから。そうですね、あの北端の決算セール、中込み北端、はい、牧田、今度の金曜日、牧田。さすが覚えてるね。だって牧田、私好きですもん。あ、嘘、聞いてる、うん、いや、じゃあ、ま、牧田が好き。そうそう、牧田が好き。そう、あの牧田ショップやってますから、牧田いいですよ。ぜひあの車で、牧田優秀です。来られた時はぜひね、はい、草刈り師だからね、牧田で、ね、イベントやりますから、今度の金曜日皆さん来てください よ、 いいですよね。あとね、注意でに行っちゃっていい、これどうぞ。雪月花の時ってね、お店があるんですけど、こちら中尾、これも素敵なお店で、夜はエスニックが食べるじゃん。あ、それさっきのね、フォーとか食べたくないですか。フォーとか、あ、ナシゴレンとか、いいあれね、国道141号、ひろみさん、ぜひあの車で行くと来るときは行ってください、はい、まず、はい、国道141号、まっすぐまっすぐ、うん、薄田方面に行く、佐久平駅から薄田方面、はい、そしたら柏山工業のあのイルミネーションのところが見えてきた、はい、そしたら左折してください。左折、はい、左折。そしたらね、坂道がね見えてくるんだけど、坂道の手前にあるのが雪月、うん、花の時と書いて、うん、雪月花の時って店があります。雪月花ね、そこでね、わかります。夜はね、うん、エスニック満載、あ、いいな。昼間はね、本当にね、ボリューム満点の前菜。今メモしちゃった。そう、雪月花の時皆さんぜひ行ってみてください、はい、でね、ご主人がコーヒー美味しくて、コーヒーの美味しい店にしたいってことでね、へ、ほんとこだわりの器でコーヒーが出てきますから、わー素敵。あとね、やはりコーヒーのお店、ちょっと続けて紹介しちゃいますけどね、はい、自分で美味しいコーヒーを提供するお店を開きたい、ご縁があって佐久市でオープンしたエスプレッソが美味しいお店もね、あるんです。お、実は、うん、コーヒー談話室マルさんです。うん、コーヒー談話室マルさんはね、アトベの信号、はい、わかります、アトベの信号、はい、ね、合同庁舎の近く、はい、ヘルシーテラス方面に国道142号沿いヘルシーテラス方面に国道142号沿い、はい、餅月方面、はい、お食事処くまさん隣、はい、ね、くまさんの駐車場に停めていただいても大丈夫、うん、だからちょうど餅月に行くぞって、うん、朝日ながら餅月行くぞ、もう お店の名前なんだっけ、コーヒー談話室、まず談話室、はい、こちらはですね、東京から夢を追いかけてね、阪神、あの作詞にいらっしゃった
コーヒー談話室マンのご主人室長さんがですね、もう美味しいエスプレッソカフェラテなどなど豆の販売もやってますから、コーヒー好きの方はぜひ集まれ。はい、以上です。ありがとうございます。でキキちゃんがどうしましたっけ。そう、草刈りシーズンね、北斗さんぜひ今度の金曜日行ってください、はい、昨日の日曜は長野にいる息子夫婦のところへ用事があって行きました。2人とも元気そうでほっとしました、うん、ドライブ本当に久しぶり。行きは高速、帰りは松代から地蔵峠、東海に抜けました、うん、お天気もよく、やっぱりドライブ最高。車好きの中山アナに伝えなきゃ。まあぜひぜひ、中山車好きって言ったらうちの中山ですからね、うん、もう皆さんぜひ、あのブライトトーキングは木曜日金曜日になりますからね、はい、あそこは良かったな。宮城県松島のホテル松島大観荘、うん、あれこれ泊まったことあるんじゃないかな僕。ありますホテル松島大観荘、料理が美味しかったな、うん、あとは宮城県秋保温泉の左官、あこれはないだろうな、うん、岩手県花巻温泉の愛林館、いっぱい行ってますね。キキちゃんさん東北行ってる ね、 ね、あとは下諏訪温泉の鷺の湯、今思い出すのはこの辺ですが、時和館ひろみさんのおかげで特別な場所、長村さん青い自転車ありがとうございます。あオープニングね、倉島さんの曲書きましたからね、うん、あとね頑張れまこちゃんも読みたいんだけど長文メッセージ来てんな、これナスタンシーさんも長文メッセージだ、うん、あーどうする、マルコヒンクさんも長文、あー弱ったなこれ、よしじゃあもう読んじゃおう、はい、頑張れまこちゃん、はい、長村さん、諏訪さん、そして三度目知るワクワクモーニングというリスナーの皆様、千葉県四街道市へ向かう車内よりおはようございました。改めて中村さん、ワクモニ放送1600回、うん、おめでとうございます、はい、これからも悪魔のようなメールを送り続けていこうと思う誠君であります。週末、昨日買い物で初めて行った鮮魚専門店の角上魚類、埼玉県川口市にあるのは知っていましたが、調べてみましたら千葉県の船橋や俺の実家近くの東京荒川区にもテナントとして入っていることを知り、昨日早速行ってきました。角上魚類、小さく凝縮したアメ横とで行ったでも感じ、鮮魚専門店、スーパーマーケット以上の品揃え。中村さんの好きそうなホタルイカの煮付けいいね。僕の頭の中ではこの1パックさえあれば中村さんは日本酒でキュッといっぱいやるんだろうなって。もちろんですよ。手巻き寿司ができそうな刺身のセットをいくつか買いました。帰宅後晩御飯の準備を手伝いをしていて、そういえば先週の日曜日ってかっぱ寿司の満腹セットで手巻き寿司やったばかりだよな、2週続けて手巻き寿司かと思ったのはここだけの話ね、じゃあひろみさんもうそろそろ準備ありますから、はい、ひろみさんすいません、別室に行ってください。私はじゃあ、はい、また後でよろしくお願いします。はい、はい、52分から、はい、じゃあ私はですね、もう少しメッセージがありますが、ひろみさんの歌が終わったらこのまこちゃんのメッセージも読んでいきたいと思います。まこちゃんありがとう。バーリゾート閉まるケンケンと、バー遊びたがりのてっちゃんと、 IT のエキスパート山中本部長がお送りするミュージッククロス、時には鋭く時には眠たい、自称 FM 桜平ナンバーワン番組、マジでみんなからのメッセージリクエスト待ってるよ。水曜夜7時からはミュージッククロス、ミュージック&コミュニケーション 76.5 FM FM 桜平。さあ、さようならっていうね、言葉も入っているひろみさん、はい、さあということでエンディングでございます。あっという間に、はい、あなんかすいません、もうあの歌に没頭してました。はい、と思います。ちょっとあの見出しだけ、はい、今日の全国紙ですが、コロナ院内感染全国で2105人、ね、死亡は205人、国内の 24%、ね、はい、まあ、改めて医療従事者の皆さんね、思いを寄せながら、ちょっとコロナウイルスにかかっているっていうね方は早く回復されますように祈りたいと思います、はい、あと原油の協調減産延長へってことで OPEC プラス、7月末までね。あとデモがねアメリカ全土拡大しているってのは全国紙各紙掲載されております、うん、はい、今日の全国紙の見出しからご紹介いたしました。はい、さあひろみさん、リクエスト行きましょうか。はい、はい、頑張ります。はい、それではひろみさん、皆さんからリクエストお答えしていただけます。100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる、窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう、ファイト、冷たい水の中を、
なんだっけ、登ってゆけ。すいません。花が咲いている、みんな生きていく。ほんの少しの寂しさ、胸に秘めて。それでも歩くの、それでも歩くの。さよなら、さよなら、明日へ。夏が来る、きっと夏は来る。真っ白な馬に乗った王子様が、磨きをかけて、今年こそ、妥協しない、焦らない、寂しさに負けない。うの花の匂いをかきねに、ほととぎすはやもきなきて、忍びねもらす、夏はきぬ。ウェイいやー、今日もあっという間にエンディングでしたね、ひろみさん。ありがとうございました。はあ、ほっとしますね。いやー、夏は絹ね、もう本当に日差しはね、はい、昨日もそうでしたけどね、梅雨前なのに、今日歌のリクエストも夏の歌が多かったじゃないですか。そうなんですよ。でも錯覚して、あれ梅雨どうした。でも今週末からなんとなく梅雨っぽく、ね、木曜日ぐらいからね雨が降りますからね、まあ、なんか3日間ぐらいで終わったらどうしようみたいなね。梅雨やっぱりないとね、それもまたダメですからね。まだね、あの庭の作物や農家の皆さんもね、雨が欲しいって思ってる頃だかもしれませんけどね。、はい、まあきっとね、あの週末ぐらいはね、梅雨らしいお天気になっていくかもしれませんよ ね、 ね、はい、そうですね。さあ今日もメッセージありがとうございます。ありがとうございます。はい、黄昏くだらぼっちさん、ありがとうございます、はい、いつもありがとうございます。クイズ聞き忘れたってまた新川二郎さん、東京の日をいつまでも来てますか。はいはい、またひろみさんリクエストお答えしてください、はい、だそうです。ありがとうございます。ラジオの旅人さん、スバヒロミのシングソング作題らーって、今年は4月11日の祇園祭岩村だか、あと8月15日の佐久花火大会まで中止と聞いております、ね、大体計画できないか、いうことでございますけどね、またこの今の状況を考えればね、また環境整ってからということになりますよね。そうですね。ラジオネームナスターンシンさん、こんな時間になっちゃったごめんね、ターンシンさん、今日のメッセージテーマ週末報告、こんなことになりました。少し遅れ気味だった木版画制作、この木版画趣味でね目いっぱいやられて、作田の美術展では奨励賞ももらわれたっていうね、ナス単身さんですが、うん、土曜日に掘り上がりました。おすごい、掘り師課程終了。あとはするだけなんですが、これで2つの作品が掘り終わり、来年の公募展が楽しみです、うん、日曜日は多肉の植え替えや株分けをしてのんびり、夕食は牛肉が安かったと、久々のすき焼きを美味しくいただき、締めはキリンが来るを見ました。しかしキリンが来る面白かったな、あれ、あの今井翼さんがあんなに飛ぶんだみたいなね。いや、歴史上の人物を演じられてますけどね、素晴らしいですね。今井翼さん扮する毛利慎介の最後の一撃、あのジャンプはすごかった、2メートルジャンプね。また皆さんネットで検索してください、見てなかったんで、はい、つばちゃんといった北海道の北こぶし知床ホテル&リゾートが良かったな。大津海のそばに立つウトロ温泉、唯一のホテル、大浴場からの雄大な眺め、ウトロ温泉いいんですよ。食事はどれを食べても全て美味しかった、素晴らしい、ね、はい、つばちゃんも大満足の大食器、ね、よかったね。あとね、まこちゃんもね、湘南エリアの鎌倉逗子マリーナ、この高いな、有名ですね、全室オーシャンビューでヨットハーバーがあったり、葉山御用邸からも近く、正面には江ノ島というシチュエーション、もう夕日も最高でしたってね、うん、行ってみたい ね、はい、今日はね、そういう行ってみたいって気持ちを大事にしながら、はい、一日一日頑張っていきましょうということで、こんなテーマになりました、はい、ここまでのお相手、中村哲郎と諏訪ひろみでした。はい、諏訪さん、また来週です。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。雨の外縁よぎりの日々や、リクエストありがとうございます。